お待たせいたしました。この時間はゲストにゴダイゴのボーカルでシンガーソングライターでもいらっしゃいます竹川幸秀さんをお迎えします。竹川さん、はじめまして。はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もうお嬢さんの竹川愛さんにはいつも本当お世話になってます。いやいや、こちらこそお世話になって、なんかもうこれ放送なのか、ただの挨拶なのか難しいところですけどね。いやいや、本当どうもありがとうございます。いや、もう早速メッセージがたくさん届いてまして、 ありがとうございます。女性あこさん、もう竹川さんの音楽が大好きなんです。はい、竹川さんの優しい歌声が大好きなんです。これからも一生応援し続けます。ありがとうございます。固い決意を、いやいや、はい、表明してくださいました。いや、ありがとうございます。いや、でもゴダイゴはもう今年デビュー40周年なんですよね。はい、ね、もうびっくりですよね。おめでとうございます。ありがとうございます。だから僕ももうとうとう40歳になってしまった。違うぞ、やばいですよね。え、どんな感覚なんですか。いや、だって僕らが本当にああいう音楽を始めた頃っていうのは、その頃はね、もう30代になったらやってないだろうと思ってた。そういう感じで僕ら10代で始めてるんで、もう30代無理だよねって、40代なんてもう全然無理だったんですよ。で、当時やっぱりロックという言葉があるかないかぐらいの時だったんですけれども、スタジオミュージシャンの人でも40代の人はほとんどいなかったんですよ。そうなんですか。です。だからもう今内緒ですけど、もう60代ですけどね。内緒ですけどね。でも60代でバンドやってるなんてもう考えられないです。まあね、ローリングストーンズがいるんで誰も変だと思わないんですけど、変ですよ実際は。でもじゃあ当時は、まあ、30代40代になったらどうなってるって想像してたんですか。何にも考えてなかったですね。とにかく今は音楽を。そうですね、もう全く考えてなかった。それはすごいですね。だから今の若い人が急に老後の話をしたりするじゃない僕すごい変だもん。いや、まあそれは確かに人生がね、80年になっちゃって、僕らの時は40年とか50年とかそういう話だったから、先のことは考えなかったけれども、確かに今ね、今からあと80年生きなきゃいけないって言ったら考えなきゃいけないのかもしれないけど、僕ら誰もいなかったよ老後の話を。そうですか。10代の時にする人とか20代の時にする人は一人もいなかった。じゃあその頃の自分から今のご自身を見てみたら、はい、すごいことなんでしょうね。もう何も変わってなくて呆れちゃいますけどね実際は呆れちゃう。本当はだから年を取ると頭の中とか変わっていくのかなって思ってましたから、はい、なのに今すぐにでも10代でも20代でも戻れるもん、体力以外はあんまり変わんないですね。だから当時に会ってた友達とかと会うと戻っちゃいますから、何にも変わんないですよ。皆さんも多分そうですよ。だから老後の心配はしない方がいいと思う。マキさんからです、はい、今年に入ってゴダイゴの魅力に気がつき大好きになりました。なんと遅かったんでしょう。いや、嬉しいですね。でも、はい、ありがとうございます。ゴダイゴのメロディーは美しかったり、ありがとうございます。あとゴリゴリロックだったりと。そうですね、もう今聞いても全く古さを感じない、すごくかっこいい音楽だと思うんです。なんか僕が書いたような私が書いたんじゃないですよね。あれ、マキさんですか。平気ですよね、ちゃんといただいてますよね、はい。2月のフェスティバルホールのコンサートへ行きましたが、あ、すごい、新規ファンの私ですがすごく感動しました。ありがとうございます。まだまだこれからゴダイゴの新しい音楽を聴いていきたいです。新曲も待ってます。そしてコンサートも楽しみにしています。 ありがとうございます。もう本当その2月の後で言いますけど、2月に、大阪でやったのの、東京版を4月にやるんです。今月に、はい、22と23にもう間もなくですよね。やります。はい、でも最近またベーシストの吉澤洋二さんがメンバーに加わりまして、はい、こう新生ゴダイゴですよね。はい、そうですね、はい、どうですか。あ、全然すごいですよやっぱり。なんていうのかな、一人加わっただけで、まあ彼うまいんでね、それもあるんですけれども、それだけでこう厚みが全然違うので、いやー安定しますよね。リハーサルの雰囲気とかも変わってきます。リハーサルはあんまり変わらないですね。
みんなすっかり落ち着いてしまっててやっぱ本番に威力を発揮するのが なんていうのか年季が60代の凄さ、もうそれがそう言わないではっきり年季がなんかこう証明してくれるっていうのってありますね、もうね皆さん楽しみにしていますので、すごいですよ今度のは本当にすごいです、あ、そうですか、また後でお知らせ、詳しく聞かせてください。では竹川さんのナンバーから1曲聞かせていただきたいんですが、何を聞かせてくださいますか。あ、これはあれですね、ちょっとビートルズもので、いいんですかね、そちらの方行っちゃっていいですか。ビートルズにともかく憧れて、それでこういうことを始めちゃったっていうタイプなので、そのなんていうかな、恩返しというわけじゃないんですけども、まあ仲間にはただの趣味じゃんって言われているんですけれどもそのビートルズのほとんど完全コピーに近い形のアルバムっていうのを3つ出してるんですけども、その中からですね Here, There, and Everywhere を聴いていただきたいと思います。井川幸秀さんのビートルズトリビュートアルバムクロニクル 5&6+2 でいいんですよね、はい、こちらから Here, There, and Everywhere でした。このアルバムの名前も読み方は先ほど決まったって、とっても変わってるんですけどもね、6月の12日なんですけれども、浦和の柏屋楽器のフォーラムというライブハウスがあるんですけども、そこで、このビートルズだけを演奏するライブっていうのをやりますんで、ぜひ来ていただきたいんですけどね。これ面白いんですよ、そのビートルズのビートルズバンドとライブをやるんですけども、そのビートルズバンドというのは何かと言いますと、日本の中にいくつかビートルズしか演奏しない、ライブハウスというかクラブというかそういう場所があるんですよ。でそこに随時出ているバンドが全部で、5個から10個ぐらい、メンバーは入れ替わるんですけれどもあって、つまりビートルズをプロにしている、ビートルズの演奏をプロにしているバンドの人たちっていうのがそれだけ存在するんですよ。すごいですね、そんなにたくさんいらっしゃるんですね。もう他にはね、カバーをしてそれを職業にできるっていうものはないんですよ。ビートルズだけはそれができるんですけれども、もうそれがお仕事、ご職業なんですもんね。職業はビートルズバンドですっていう、またはあの職業はポール・マッカートニーですっていう人とかジョージ・ハリスンですっていう人たちが日本中に10人ぐらいずついるんですよ。でその人たちが作っているバンドを呼んできて、その人たちと一緒にやるライブなんです、これ。なので何でもできるの、ビートルズの曲だったら。もうすごいんですよね。その中の一人なんて、そのビートルズの、バイブルと言われている白い、もうものすごく分厚いね、全パートが出ている楽譜があるんですよ。全曲の全パートが出てるやつ、一冊にまとまってるのがあるんだけれど、でほらこれやっぱり見ながらやってんですかって言ったら、いや僕これ書いたんですっていういるんですよ。すごい世界だな。そういうね、すごい人がいるんですけど、そういう人たちと一緒にやるライブなんで、ぜひ来ていただきたいなと思います。6月12日です。はい、柏屋楽器ですね。チェックです。はい、そして竹川さん、はい、この度ですね、元マネージャーさんで漫画家のジェット中村さんが書いた、漫画本、竹川幸秀マネージャー物語が発売となったんですよね。なったんです。私のマネージャーをやってたんですからね、漫画家の人が私のマネージャーをやってたっていうのも、もう完全に私っぽいんですけれどもいや、おめでとうございます、ありがとうございます。もうすごいですよ、面白いですよね。ご自身としてはどんなお気持ちなんですか。最初に鬼みたいになりますんでね俺こんなひどくないよとは随分騒いだんですけれども、でもそうやらないと、漫画家としては
つまんなくなってしまうというのがあるわけですよね。でそれは別に聞いたわけじゃないんですけど、僕はあの漫画の不安、漫画自体の、あの僕はマニアなのは知ってます。あ、はい、大好きなんですね。ものすごい漫画のマニアなので、漫画を描く人たちがどうやって描いてるかっていうのはよくわかるので、ですからもう黒もわかるし、こうあのなんていうのかな、どこでどういうふうに、あのものを大げさに誇張するかっていうのってあるじゃないですか。 あ、これはそうだよねって、やっぱりこういうふうにしないといけないんだなということで、あえて鬼になろうと。鬼になろうって意味が違うんですけどね。いやでもあの懐の深さですよね。悪いやつになっちゃってますから。そんな悪い、そんな裏表ないですよ私はね。でもあの漫画としては面白いですよね。基本の話はほぼ実話なんですよね。もう 100% 実話ですね。あの沖縄のハブ事件、ハブ事件はもう 100% あのいや言ってたんです。この間あのこれのトークショーみたいのもやったんですけどね、その時もいや大体普通マネージャーというのは、その身を挺してでもタレントを守るというのが普通、普通そういうふうに考えるだろうと。それが使命ですもんね。ね、だけどやっぱりいざそういうところに、現場になるともうそんなことは知ったことかと、もうともかく自分の命の方が大事なんだと、その時にこいつは何を言ってるんだって、ね、このタレントは何を言ってるっていうのよ、もう自分の方が大事だっていうのがこのマネージャー物語の真髄なんですけどね。竹川さん、はい、ね、ほぼ実話ということなんですが、はい、あの実は、はい、あ、それはシャレですね。そうなんです、はい、ちょっとした、ありがとうございます。はい、実は、はい、実は、はい、この方から、はい、今日は声をいただいています。お聞きください。なんとスタジオにいる池部愛さん、久しぶりです。そして竹さん、どうもこんにちは、ジェット中村です。いや今回は、私の書いた竹川ゆきでマネージャー物語の話をしていただいてありがとうございます。まだまだ漫画では書けなかった話がありまして、僕の中で忘れられない一つのネタがですね、あるロケでですね、竹さんがサッカーを見るっていうので、晩ご飯の時間になったらば、ホテルでですね、呼びに来てくれという話だったので、分かりましたと。で竹さんが、1時間後ぐらいかな、経った時にご飯になりますんで、行きますという話になったんですね。で1時間後に僕が行ったら、トントン、竹川さん失礼します、そろそろ晩ご飯になったので、皆さんスタッフの皆さん待ってるんで、よろしかったらあの一緒にご飯行きましょうって話をしたらですね、何を言ってるんだ、今俺はサッカーを見てるんだとなりますですね。なぜかわからない逆切れをこうされますけどね。そんなような話はね、またいろいろありますよね。あったりとかしたので、そんな話をね、また第2弾第3弾でまた書いていきたいなというふうに思ってますので、まあ言っちゃいましたけどね今ね。まだ他にもありますから、まあ、いっぱいね、そういうのもね、なのでこの後も第2弾第3弾書きたいと思ってますので、宣伝をしっかりよろしくお願いします。お願いします。以上、ジェット中村でした。でした。なんだよこれ、また悪人になっちゃったじゃん俺。そうじゃないと思うんだけどな。そうなんです、恐ろしいですよね。ジェットね、色眼鏡で見てますからね、私のことね。そうなんですか。タレントみたいだったね、ジェットね。漫画家じゃないんじゃないのあいつ。で、挨拶を打ってくださっていたのがお嬢さんの愛さんでした。おかしいですよね。あの竹川さんから見て、ジェット中村さんはマネージャーとしてはどんな存在だったんですか。挙動不審なやつで、もうともかく、まあ、さっきも言ってたんですけどね、それを書かないからなんでだろうと思ったんですけども、彼は僕のマネージャーをしているのに、テレビ局の中に入れてもらえなかった人ですからね。もうあのともかく怪しいんで、テレビ局がその、はい、なんていうかな、こうテレビ局の周りに待ってて、はい、なんかアイドルの人たちが来たら、はい、こうなんかこうまとわりつこうとする人、男の人たちっているじゃないですか、完全にそういう人と間違えられるタイプの、あの動きから喋り方から何からそういうやつだったの。そうなんですか。だからね、もう本当に現場でね、まあ最初のうちは困ったんですよ。そうだったんですか。そういうことは一切書かないで
そうですね。人はもうね、人がサッカー見てる時にサッカー見てんじゃんかよって言っただけでもう鬼のようなわがままなやつになっちゃう。そうだったのかな。いやでもね、サイボーグササちゃんとかヒバリンさんもはじめたくさんの方が竹川幸秀マネージャー物語、この漫画を読んですごく面白かったと、はい、で第2弾第3弾続編を待ってますとメッセージ送ってくれてるんです。甘んじて受けましょう。お願いします。ひどいやつだっていうことで。では竹川さんの今後のライブのお知らせもお願いします。はい、ですね、5月の、これ8日になりますけれども、はい、これは南青山のマンダラで、はい、ですね、新しい試みなんですけれども、僕とシングトゥゲザーというですね、はい、訳して僕シンというのがあるんですけれども、僕のソングブックっていうライブをずっとやってるんですけど、それは僕ソンっていうんです。これは僕シンというのがあるんですけども、はい、全曲お客さんと一緒に歌うっていうですね、すごいですね、画期的な全員参加型のコンサートで、でこれもあのお客さんから、はい、あのアンケートを取って、どの曲を一緒に歌いたいかっていうのを取って、その中から選んでるんですけども、じゃあもうセットリストももう皆さんと一緒に作っていく。そうですね、それでものによってはあのお客さんがメインを歌って、僕とあのピアニストと2人だけでやるコンサートなんですけども、はい、彼と2人でコーラスをやってお客さんがメインを歌うっていうようなところがここそこに出てくる豪華なライブですね。でどうやって歌うかっていうのはもうあのネットで紹介してあって、はい、こういう風になりますっていう、ね、あのよく練習しといてくださいっていうんですね。じゃあもう皆さん練習済みで参加していただく、まあ、そうですね、あとはまあ歌ってるつもりかどちらでもいいんですけどね。英語が多いん で、 あ、そうですよね、結構大変なんですけども、あの楽しんでいただきたいなと思います、はい、それから先ほど言いました4月の22日と23日は五代五で、はい、あの東京文化会館の大ホールで、これは80人から90人ぐらい、すごいですよね、すごい編成でやるんですけれども、ね、はい、まあコーラスが60人ぐらいかな、それで、ストリングスが20人と、はい、それからまあ五代五とホーンズとを混ぜて10人で、全部でまあ80人90人かぐらい豪華ですね、の感じでぐわーっとやりますんで、はい、もうぜひこれは聞いていただきたいですね。そうですね、もうまさにまあ五代五、これから五代五にしかできないことをやっぱりやっていこうっていうのが、はい、あの一つの目標なんですけれどもね。なのでそういう意味ではもうこれは間違いなく五代五でしかできない、そうですよね、ライブになると思いますんで、ぜひ皆さん足を運んでください、はい。では竹川さんのナンバーからもう一曲聴かせていただきながらお別れとなります、はい、今日のゲストは竹川幸秀さんでした。どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。最後に竹川さんの方から曲紹介お願いいたします。これはやっぱり五代五で銀河鉄道39行きたいと思います。